よし、巻いたみたいだ。気になってたんだけど、そもそもなんでレイフはエーブリの宝を？お金ならあるでしょ？名誉のためさ。親の七光で成功したと思われたくないんだ。すごすご引き下がるタイプじゃない。ショアラインも助かってるんじゃない？レイフならお金に困らないもの。助かる？金はあるんじゃないの？今までに記憶の内戦で何度か損したって聞いたけど、その後にナディンが言い出して、これで立て直そうとしてるんじゃないかしら。見ろよ、あのエレベーター。巨大ね。これってすごい記事が書けるんじゃないの？かもね。誰も信じないでしょうけど。なら写真も撮っとけば？カメラ忘れちゃった。持ってくればよかった。お兄さんはなんですぐあなたに会わなかったのかしら。レイフが釈放したのに。レイフが集めてきた手がかりを全て手に入れたかったんじゃないかな。それにアルカサルのデマもでっち上げてたし。少し調べてる。これはなんだかすげえ機械だな。車も乗りそうな大きさじゃない。これもまだ動くといいけどな。何か使えないか？だよな、そんな甘くないか。水車は大丈夫そうね。じゃあこれを直すか、それか登ってみるかだな。ちょっと調べよう。あそこだな。歯車がちゃんと噛み合ってない。近くで調べないと。ってなって。何も起きないでやんの。水車は止まったわ。でも何も動かない。んじゃ、ここを渡ってみよう。
着いた。バルコニーにウィンチを使ってみたら。これでよし。下がってね。引っ張る。オッケー。おかげで登れそうだ。サンキュまだない。もうちょい登る。行けたじゃない。当たり前だろ。ああ、ちょっと待って、水車を止める。それじゃウィンチを外すわよ。いいぞ。いいね。やったぞ。エレベーターが動き出した。早く乗って。マジかよ、今行く。ほら、行っただろ。なんでもない。はいはい。レイク、気をつけて。伏せろ。車に隠れるんだ。俺が注意をそらせ。アウト。
丈夫か？平気。今は穴が開いたけど。マジかよ。大丈夫ネイト。ああほら早く。お願い。本当？余裕っぽかったけど。今の騒ぎで疲れちゃった。そんじゃ選手交代。